まあ、一気に3人はなかなかないことだなっていうのはありましたけどね。これもしょうがないことではあるので、それは受け入れて、まあ、次のことを考えるしかないなというふうに思っていました。これからまあ初日なので、はい、キャンプ終わったらすごいことになってると思います。はい、お願いします。ありがとうございます。じゃあ今度は腰に手を当てましょう。特にセカンドレグで、出てきたのかな。もうその時の印象が非常に良かったっていうか、まあ、長いを抑えるんだっていう。やっぱあそこにスピードでついていけるんだみたいなのがあったので。もう守備面は不安しかないって言ってしまったら、今のね頑張ってるディフェンス陣には失礼なんだけど、去年までいた主力のディフェンス陣はねかなり信頼がありましたんでね、そこが全く全部が入れ替わるっていう事態がねちょっと想定してなかったんで、そこは不安は拭えないですね、はい、不安が大きかったですね、うん、あの任せられるプレイヤーがみんなあのいなくなってしまったので、まあ、去年の今までが結構守り良かったので、まあ、その辺今年はどんな感じになるかなっていうのは、まあ、若干不安もありましたけども、はい、そうですね、やっぱりまあ去年のいた選手とやっぱこう比較されると思いますけど、その中で自分のパフォーマンスをしっかり出していければしっかり名古屋の壁になれると思いますし、比べられるのがいいプレッシャーだと思いながら、だからチャンレと秋と野上で開幕戦行こうと思ってました。シオンにしてもケネにしてもやってもらわなきゃいけない状況になったと。2024シーズンの開幕です。名古屋も新戦力が加わりました。真ん中に三國が立ってますね、うん、そうですね。おそらくこうチャブリッジの裏へのスピードがものすごい速いので、はい、そういったところのケアも含めて三國選手が真ん中になっている可能性がありますね。上田抜けてきた、右足シュートだ。右足のクロスからチャブリッジ、チャブリッジだ、チャブリッジ、チャブリッジ、三國の対応、それでもチャブリッジ強い。チャブリッジふわりと上げて仲間だ。センターバック3枚が入れ替わった、ごっそりとこう変わった中での開幕ということになりましたけれども、鹿島相手に3点を失うということになりました。横のセンターバックを全て締めさせるし、お前の立ち位置も変えないと、それで間でヘディングに叩かれるんじゃないですか。こっちは森下に取られたじゃん。こっちに出した時はもう決め打ちしちゃってたよ。もう来たらもう死ねえ。ただ結果は0-3、これはもう真摯に受け止めなきゃ。シュートも5本しか打ってなかった。3バックは三國、真ん中にハチャンレが初スタメンになりました。少しゴール前の守備、こういったところが少し課題が。鈴木のクロス、ハチャンレが押せるか、押し込んだ。そうですね、まずあの守備が大事になると思いますので、ユニット連携面のところで、まあ、新加入も多いですから、はい、まあ、良さがなかなかこう見えてないなというところは正直感じてます、うん、はい。長谷川の左足、長谷川リフレクション、そのままゴール。
俺を信じろと、お前はただならぬ素質を持ってると、これは俺が見てきた中で、まあ、もう20年ぐらいねやってますけど、だからお前自信持ってやれっていう、絶対にお前は強くなる、上手くなるっていう話はしました。開幕戦でちょっとあったけど、失点シーンも絡んだけど、でもあそこについていけるのケネだよなっていう感じだった、僕から見たら。その後の対応が悪かっただけで、藤井も最初の頃不安定だったよねとか、うん、だからそういうのあったので、特に若い選手っていうのは一気に伸びたりするので、いい時も悪い時もこう試合に使ってくれたおかげで、試合に出なきゃ成長できないことっていうのをいっぱい感じながら成長できたので、やれるっていう自信を得ながら、それを今はケネがそういう感じてるのかなって。試合でミスしたりとか、練習でのこう立ち振る舞いというか、練習への姿勢とか、そういうことに対してもやっぱ健太さんはすごく厳しく言ってくれるときはやっぱ言ってくれてましたし、そうですね、やっぱり、まあ、監督からも言われてたんですけど、まあ、僕がミスしたときは結構メンタル的にも下に沈んじゃうって監督に言われてて、まあ、そういうところをなくせばお前はもっといい選手になるって言われたんで、まあ、そういうところも意識しながら、まあ、僕がミスしてもやっぱチームを、まあ、勝たせるために試合出てるんで、まあ、いちいち下向かずにリーダーシップ持ってやるっていう意識は強いもんです。まあ、なかなか3バックも変わってしまって、ディフェンスがまず安定して得点が取れるようになってきたら、まあ、力のあるチームですから、まあ、上昇していく可能性もあるんじゃないかな。こぼれ球、ああ拾った、シュート、強さと柏としてはチャンスがあったんですけど決めきれなかったという形で、まあ、このスコアになりましたから、成長スピードをこう1歩2歩じゃなくて1歩5歩5段飛ばし10段飛ばしてやっていく選手がやっぱ上でできると思ってるから、まあ今はケネはその状態に入ってると思ってて、これはもう上手くなる選手みんなそうなんですけど、素直でやっぱ練習熱心ですね。だからここに来てなんとか掴みたいっていう思いが、そのまあ真面目さというかね、吸収力の高さっていうのを見せ始めたのかなと思いますし、まあ、公式戦で出したらこう自分のリズムで慣れてくると思ってたんで、まあ、そこからうまくこうフィットしてすごい成長してると思いますね。まあ、守ることに関してはすごいこうやっぱ持ってるもんは普通の選手とは違うと思うんで、点取れるようになったら本当の怖さが身についてくるんで、やっぱ点取れるディフェンスってすっごい嫌なんで、まあ、試合数もこなして、まあ、自信というか、まあ、メンタル面でもだいぶプレーが安定してきてるんで、そんなになんて不安っていうかっていうのはまあ感じてないですね、はい。右に三国、中央にハチャンレ、左が川面、今季初出場だ。守備 の, この柔軟性であったりとか戦い方がすごくはっきりしてましたし、三国、はい、吉田、川面の3バックです。安定を取り戻してきた守備、はい、それが良い攻撃につながってきました。3バックは川面、ハチャンレ、三国、守備から攻撃へのスピード、チームのスタイルである戦いはある程度できてるかなとは思いますし、三国、ハチャンレ、吉田春樹の3バック、この三国はチームの中で唯一の、フルタイム出場ということで、はい、ね、期待大と、はい、ファーサイド、ハチャンレ左足のシュート、巨人シュート決まりました。三国が決めた、三国ケネリエルブス、
果も残しましたので、ね、まあ、本人としては気分いいんじゃないですかね、はい、また監督からの期待や信頼も厚くなったでしょうね。まあでもミスしても気にしなくなったっすね。ミスした後のなんて言うんだろうな、雰囲気が変わりましたね。 Yeah, he's on a fantastic path. Like, I'm so excited that he's here with us. And まあ今ではもうやっぱりケネがいなくてはここからどん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 、はい、成長していきたい。